キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、とうとうやってまいりました、ドラフトチェック、はい、ね、今年もドラフトが行われて、はい、重複したのが、うん、あの2回のみっていうね、はい、公言しまくって、うん、談合してたなっていうね、はい、完全に、はい、って思われても仕方ない、ね、まあまあそうです、事実は知らないよ、うん、でも俺の心の中では談合かみたいなね、はい、でも毎回毎年だって言えば、まあ言い方悪いですけど、ハズレハズレ1とかありますけど、うんうん、今回ね全くなく、そうそう、みんなが決めたのもう談合しながら、じゃあお前ここで俺ここ行くから、もう取らないようにみんなで取り合おうみたいなね、妄想なんだけどね、でも俺それお前スカイエイでも俺談合してんのかって言ったから、言ったんですか、うん、へえ、斬新って言ってた、言ってました、うん、あのファンの人がね、まあでもね、一人勝ちのところが多かったですね、うん、っていうぐらいね、うん、もうあのまあそんなことはないと思いますけどね、はい、あるって思われても仕方ないような感じのドラフトでしたけど、まあね、まあ、うん、このねドラフトチェックもですね、はい、順位で、はい、最下位から、はい、中日からです。中日から、はい、中日はね、ピッチャー2人、キャッチャー1人、野手4人、内野手4人で計7人ね、はい、ドラフト指名、うん、ありましたけど、ミセスカウト、力のある直球に多彩な変化球を合わせ持ち、制球力、即戦力として期待がかかっていますっていうね、うん、あの中地投手のこと、はい、沖縄出身の、これ青空くんが言ってた、うん、でもね、うん、ドラゴンズはね、公言したら俺はダメだったと思うんだよね、これ俺の意見なんだけど、はい、ドラゴンズはね、2位のウェーバージョン、うん、はい、ハム中日だから、うん、要は14番目の選手取れるんだよね、はい、ってなった時に公言しないで状況を見ながらしたら、うん、ひょっとしたらこの中地を2位で取れたかも分かんないよね。あー、確かにそうですね、うん、そうそうそう、これ別にね、1位がすごいとか2位がダメやとかじゃないから、うん、やっぱいい選手を いっぱい取れるのがいいじゃん、はい、そしたら中地2位でどっか1位もあったかもしれないし、うん、やっぱそのね、ウェーブア順が遅い DeNA とか、それこそオリックス、ヤクルトとかは、うん、もう遅いからね、はい、誰取られてるか分かんないから、もうその1位言って好きな選手取れた方が絶対いいけど、はい、下位のチームっていうのはウェーブア順も早いから、もうちょっと言わないで駆け引きして、うん、やっぱ中地っての方がいいかなとかね、するためには俺は公言しない方が良かったんちゃうかって個人的には思うけどね。確かにこう1位になるかもって言われてた中には中地投手ってもともとはいなかったので、うん、そう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 、確かにそうですね、うん、そんなもうドラフト1位とか7位とか入ったらこっちのもんだしね、うん、そう、自分のプライドだけの問題だからね、はい、でもまあね、良かったね、はい、力あるからいいんでしょ。いいです。いいんでしょ。大丈夫です。大丈夫な、はい、しかもなんかあのチャタン地元らしいじゃん、家近くらしいじゃん、読谷、はい、あの2軍の練習場と、はい、でもね、今年のね、ドラゴンズのね、はい、ドラフト、うん、素晴らしい。お、そうですか。なんかね、ダメやみたいな感じで言ってる人たちもいるけど、うん、はい、基本、佐々木のドラフトチェックは、うん、その選手の名前とか、はい、実績とかほぼほぼ考慮しないからね、うん、だって、そいつが活躍、だって見た、ドラフト通信も、はい、去年あんだけいいって言われてたらもう全然やないかっていうね、うん、それをまだ毎年やってんのよ、うん、ある人たちは、はい、でそれでたかが過去の実績だけでいい悪いって、うん、はい、5年後10年後見ろって言ってね、うん、そうですね。あ、ただ本当にこういう選手を取った方がいいって動画あったじゃないですか、うん、あれで佐藤さんが言ってた通りに結構なってるんですよ。そうなん、はい、聞いてた、見てたかな、ドラゴンズの人、うん、見とう可能性あるっすよね。中津波さんも見とう可能性ある、うん、あと片岡さんも見てるからそうですね、うん、中日ではやっぱり1位2位あたりで即戦力のピッチャーを取った方がいいと、うんうん、そして二遊間はまあ欲しいね、うんうん、あと高卒のキャッチャーは必ず取った方がいいと、うん、あとまあ外野はいらないよねって話をしてたんですよ、うん、そうしたらおら外野は取ってない、高卒のキャッチャーは山浅龍之介君取ってる、ね、で先発ピッチャー取ってて二遊間取った方がいい、完璧だ、完璧に当たってるんですよ。そうそうそう、こっから育つかどうかは、うん、それはもうね、そいつはそれぞれだから、だから1位中地君ね、はい、沖縄大ピッチャー、うん、で2位が村松君静岡、はい、私の後輩、私の推しが2位で入りました。中日に推してた、え、いや、どこにでもいいんですよそういえばな、そう、俺中日の時に村松くん聞いてなかったけどね、まあ、ロッテの時に名前は出したんですけどああ、うん、でも立浪監督が本当にいい選手がいるって言って、うん、明治大学なんですけど、うん、明治のその神宮大会かな、うん、あの自分で見に行くぐらいやっぱり欲しかったみたいです。総合3拍子揃った、うん、2位、はい、ね、そうなんです。で3位が森山明夫、はい、
よ、これ。穴光、徳島おお。最後の徳島県大会はね、はい、ナルト渦潮に負けちゃってね、はい、まさかの、いいピッチャーいるのに負けてんじゃんと思ったけど、これ、はい、3位で、4位がね、山瀬龍之介君、はい、キャッチャーね、うん、聖光学園、学院、はい、聖光学院ね、高校卒業のキャッチャー、うんうん、で、5位がね、浜翔之介君、はい、大阪、福井、NE NO リーグって書いてありますね。持ち前の運動能力でプレーね、22歳これすごいんですよ、この選手、そうなん、身体能力言ってなかったじゃん。言い過ぎたんですよ、そうなん、両投げで、バッターで、バッターとしても3割近く伸ばして、うん、ピッチャーとしても145投げるんですよ、うん、これらしいです。好きな著名人、亀田史郎って書いてあるけど最高したいんですよチームがそれ合わない可能性あるんですよね、そのトランクでこれしどいですね、はい、だってお前見てよ、だってね、じゃあ村松さんはね、うん、千鳥ね、うん、はい、で、うん、いいね、森山明夫君はバッドホップ、バッドホップ、うん、歌手かな、歌手で、うん、アーティストですかね。で山浅君がね、松岡真優ちゃん ね、うん、で次が田中美希也ね、サンドイッチマン、で福永博之ね、今田美桜で、でも浜翔之介、亀田志郎しない、いや、き、いや、俺は別に大はないよ、はい、で亀田志郎さんに対しても別に悪い印象もないよ、はい、あの子供たち3人を世界チャンピオンにしたら素晴らしいよね、はい、うん、そうです。でも、はい、出てくるか見てんな、じゃあ、うん、亀田志郎さんの YouTube チャンネルも見てんだろ、あ、そうかもしれない、ね、確実にな、はい、うん、西成のホルモンの作り方やってんな、あれ、ヤマキ、ヤマキのタレ作って家でやった家でテッパーって焼いてたわ、俺見たわ、それ渋いね、で6位、はい、田中美希也選手、うん、あんじゃん、え、6位じゃん、1位候補とか言われてたのに、うん、ね、注目度高かったですよね、そうそう、1試合6通りね、はい、で7位福永博樹選手、うん、天理専修大から日本新薬、はい、26歳、うん、ま、このドラフト、このドラフトの何がダメなんやっていう、はい、めっちゃいいやん、うん、で今年だけでね見ちゃダメなのよ、うん、去年と見比べなきゃ、うん、これが佐々木チャンネルの良さよ、はい、ドラフトチェックも3年分見て、うん、去年ブライト外野、はい、取って、うん、もう外野いらんやん、はい、で今度はもう内野抑えに行って、うん、しかもこう大学生、はい、っていうところも、うん、しっかり取ってね、やっぱこの二遊間に満足いってないんだろうね、うん、そうですね、あ、もうどうしても納得できにやるな、内野結構取りましたもんね、うん、でまあダイソンで、あと福永選手もね、社会人26歳だから、はい、でこのねドラゴンズのね弱い理由っていうのがもう明確あんの、はいはい、ここにですね、スカイエーさんでのドラフト高野菜で使った、はい、各チームの年齢構成っていう資料があるんですけど、はい、すいません、いただきました、はい、ね、資料はその時使いましたけど、はい、持って帰ってきました、はい、それでドラゴンズのね、やっぱり今チームがね、弱いところはね、中間層のもう空洞からの、だから野手はね、若いのとベテランはいんのよ、はい、でも26、27、28っていうところの30弱の選手たちが軒並みいないのよ。そんなことあるんだ。だから要は30前後ね、本当だ、来年だから2023年のに何歳になるのかで構築されてるんだけど、うん、30で三ツ俣がね占領下になったじゃんね、うん、で29歳京田、高橋周平、溝脇で、30歳後藤俊太、うん、で26歳三好で、25歳石垣で、24歳が高松で、鵜飼、福本、ブライトね、うん、で23歳が伊藤、ガルシアで、22歳石川、21歳土田で、20歳が星野、うん、で21歳岡林と内外野で、はい、うん、ってなった時にこの25オーバーから32までのこの6年歳ぐらいのところ、うん、誰も空洞か、本当ですね、本当はここにしっかりレギュラーがいて、うん、で次若手出てくるのもあって、でベテランクラスの阿部とかね、大島とかが抑えているっていうこの構成が強いの、はい、それがこの30前後の26から32までがもう一気に抜けてるんだよ、うん、だから弱いのよ、そうです、ね、本当はここがレギュラーとしてカチッといて若手がいるんだっていいけど、だからここいないから、この若手の土田とかね、石川、岡林、うん、ね、でブライト、鵜飼っていうところと高松とか、うん、そういったところが伸びてこないと強くならないのよ、はい、でもそこを見出さなきゃいけないけども、まあ、立浪監督も含めて特に内野陣はそこに不安を感じるんだろうね、うん、だから今年もこの福永、田中美希也で、浜ね、で、村松って言ったところの野手、うん、はい、全員大卒社会人なんだよ、ね、うん、っていうところを取ってきて、なんとか即戦力として、うん、いや入れ替えてほしいぐらいの、うん、
形なんだけど、それはここの空洞化によってドラフトをここまで失敗してきたことによって、もしくは成長しきれなかった、させきれなかった、本人がしきれなかったことによっての30前後の空洞化がチームの低迷をしてるから、まあ、ここはもうね、この若手たちがどんだけ頑張るかっていうところがね、はい、勝負だから、いないものは仕方ないから ね、 そうですね。でもそこを若手を厚くして、そこを厚くしようっていう未来に向けて、これはね、いい選択、はい、だから俺は悪くないと思う、うん、でピッチャー陣は逆に見て、若い層めっちゃ多いのよ。本当だ。でその若い層が頑張ってるじゃん、うん、で行くって呼んで、ベテラン組も抑えながら、うん、ねっていうところで、ここから良くなっていく傾向あるよね。でそこで均等にどの年代もいますね、ピッチャー。そうなん、そうなん、うん、で全体的にやっぱりね、ピッチャーも含めて30前後がいないのよ、はい、少ないのよ。まあ、29歳の柳とかね、うん、あのいるけども、やっぱ少ないっていうところで、やっぱね、はい、この年代野手も含めてね、やっぱドラフト失敗してるね、その時に取った選手たちの。なるほど。だからまあそこがね、多分今のチームの低迷に、その時のところのドラフトで育てきれなかった、ドラフトで取った選手たちが悪かったっていうところの答えが、まあ、この、ね、年齢構成のこのな分布になってると思う、はい、でもここを育てきれれば上昇軍団来るからね、まあ、勝負だね、はい、そういった意味では、まあ、中地ね、ピッチャーで若いところの森山、ね、っていうところをしっかり抑えてるところは、去年のドラフトと合わせてみると、さらに良さがね、うん、出てくるっていうドラフトになってるね。でこういうドラフトにしようって意思はやっぱりちゃんと伝わってくる、ね、めっちゃいい。だからめっちゃいいのよ、分かりやすいのよ、うん、これをなんでダメやって言えるかっていうね、はい、でここから育つかどうかは本人たち次第じゃんね、はい、だからあの頑張りによってね、うん、本当に未来のね、まあ、土田が出てきたりとかね、うん、で岡林のようにとかね、うん、なる可能性も十分あるからね、はい、そうですね。あと育成もね、3人取ってるというね、うんうん、はい、松山選手、野中選手、樋口選手という投手、うん、投手、内野手ね。そうだね、こちらもね、投手と内野手に触れてね、はい、形では非常に良かったしね、うん、まあ、中西選手は先発ローテーションがね、若干空きがあるんでね、入ってこれるね、はい、うまくいけばね、うん、まあ、リリーフは清水ね、ロドリゲス、マルティネス、ここいるからね、バンジャコンで、祖父江フグとか前がいたりね、藤島ね、藤島、うんうん、とかね、あのいるからね、はい、そういったところは若い選手で、これね、だから清水とかも24歳だし、いいのよ、この分布がね。そうですね。で左もね、いい感じで、小笠原とかもそうだし、上田もいるしね、このでベテランのところでいうと、まあ、大野がね、うん、いたりとか、笠原ね、このなんか年齢分布はね、非常にいいんで、はい、そういった意味では、いいドラフト、はい、だからどこまで育つかは本人次第だけどね、うん、このドラフトのメッセージとしてはいいね、うん、はい、去年とね、今回のドラゴンズ一番注目したところは、まあ、浜翔之介選手の好きな著名人が亀田翔さんだったところがすごい気になる。あと村松選手もぜひ皆さんに注目してほしいですね、はい、だからまあね、どこまで頑張るか、またキャンプ通してね、村松選手とか中西選手ね、はい、特に見に行くのが楽しみだし、徳島ね、森山選手、ね、ぜひね、頑張ってもらいたい、うん、はい、ね、ということでドラゴンズ戦、非常に素晴らしいドラフトだったと思います。はい。